こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さんが蛍の墓の話題出されましたんで、私は今日はですね、解釈の力を、確かめていこう、試していこうっていうテーマで蛍の墓を取り上げていこうと思います。蛍の墓っていうのは非常にね、悲しい戦争の映画だということで捉えられていますけども、私の解釈はですね、あれは蛍の墓っていうのはもうちょっと怖い話なんじゃないかなと思うんですよ。というのが、あの映画全編を見ているとほとんどの方が感じませんけども、あれはね、主人公のセータさんっていう、男の子のね、海軍少尉か大尉かのあれでしょ、お子さんですよね。セータさんの、自爆霊が今現代、この昭和の時代、平成の時代になっても漂っていて、後悔をしながらこの豊かな日本をずっと毎年毎年毎年見てるんですよっていう話に私には聞こえるんですよね。そうなんですよね。セータさんは食べ物もなくて、戦争のね、苦しさの中で死んでいくわけなんですけども、5年、10年、20年と、自分が当時セータさん、そうですね、15歳だとして、自分が30歳、40歳の頃にもしね、生きていたとしたら、その時の日本というのはこんなに豊かなのかってことを見ながら、自分のね、妹、節子ちゃんが死んでしまったことをすごく後悔しながらね、生きているっていう、そんな話なんじゃないかなと思うんですよ。で、なんでそれが言えるかっていうと、セータさんがなんで後悔してるかっていうと、妹の節子ちゃんを殺したのは紛れもなく自分だってことをだん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 認識するからなんですよね。それでもしね、自分のその愚かな行いがなければ、こういった世の中に節子ちゃんを送り出してあげれたのかというふうに、そういうふうにね、後悔してるんじゃないかなと思うんですよ。まず一つの私の解釈としては、セイタさんは海軍のお偉いさんのね、息子という誇りとともに、親戚の家に、ね、引き取られるわけですよね、おばさんかなんかのね。で、その中で、自分は節子を守っているんだから、妹を守っているんだから、だから隣組も参加せずにいいんだっていうふうに言い張るんですよね。で、十分なものを食べたいけども、もしかしたらおばさん、僕にはわざと身内じゃないからくれないんですかみたいなことを食ってかかったりするんですよね。そしたらおばさんも自分の財産をどんどんね、売りながらお金を作ってるのに、そんなこと言われたらね、やっぱり面白くないですよね。でもやっぱりね、お預かりしたお子さん、そして妹さんだから、おじさんですかね、戦争に行ったその大尉が戻ってくるまできちんと勤め上げないといけないという強い意識でね、ものすごく誇り高く守ってあげるのに、全然セータさんは分かってくれないと。しまいにはこんな家に入れるかってか、セータさんはね、自分の海軍大尉のね、息子だというね、そんなおかしなプライドで家を出てしまうわけなんですよ。その家を出てしまうことに、妹の節子さんはついていかざるを得ないというね、自由がないですから。で、どんどん暮らしはね、苦しくなっていくんですよね。手元のお金もない。かといって海軍大尉の息子だからっていうんで働いたりね、なんか物乞いをするのもできないと。だから物を盗んでしまうとかね、そんなめちゃくちゃなことになってきて、それに付き合わされる節子ちゃんで、自分が、セイタさんはね、お金をずっと持ってたわけなんですよ。お金をね、最後お葬式するわけじゃないですか、節子ちゃんの。で、お金を持っていたんだけども、節子ちゃんが飢えてもそれをね、使って食べさせようっていうふうにいまいちできないんですよね。で、最後お粥をね、食べさすわけですけども、節子ちゃんはもうエネルギーなくて食べないと。で、アニメだとね、スイカのかけらとかが残ってるんですけども、それも節子ちゃんも体力がなくなって食べないんだけども、節子ちゃんが死んだと清太さんは食べてるんです。それは食べてるシーンっていうのはないんですけども、食べ終わった食べかすがですね、アニメの最後の方とかに残ってるんですよね。そういうことを考えると、結局清太さんは自分のプライドとか勘違いとか、見識のなさによってね、節子ちゃんを殺してしまって、で、その後なんですよ。その後戦争が終わって、セイタさんは東京駅構内で餓死するところが見つけられるんですけども、なんでそれ餓死するかっていうとですね、戦争が終わってしまったその直前に節子ちゃんが死んでしまうんですよ。もうちょっと自分の財産を切り分けて節子ちゃんに食べさせていれば助かったかもしれない。いやいや、もうごめんなさいと謝っておばさんの家にもう一回入れば、もっと言ったらおばさんの家をね、そんなね、自分のプライドとか屈辱を捨てて、節子ちゃんを絶対に守るんだって意識が本当にあるんだったら、おばさんの家にいて、そして役割を果たして、仕事をして働いて、隣組にも参加して町のために働いてってことをやってですね、節子ちゃんは終戦まで生き延びさせることができたかもしれないっていうふうに後悔するんですよ。で、そのね、預かってもらったおばさんの家っていうのは、やっぱりおばさんっていうのは戦争が終わった後もこう生きてるわけなんですよね、元気にね、家族を守りながら。ということはどういうことかっていうと、そのおばさんの家にさえいればですよ、
海軍隊員の息子っていう誇りを捨てれば生きながらえていたんではないかなっていうことを、亡霊になったその清太さんはずっとね、終戦直前、終戦直後、そして戦争が終わって5年、10年、20年と経つこの日本っていうのを亡霊になりながら眺めながらずっとずっと後悔していく。しかもその後悔っていうのは今も続いて10年後も続く、20年後も続くという方で、まあ、自爆霊となってね、自分の後悔をずっと罰として追わなければならない、霊としての人生がずっと続いてるんだ、そういう姿で、この日本、東京を見てるんだよと。そしてそういった男の子はこの世の中に5万といて、それが未だに私たちの暮らしを見てるんだよっていうことをね、訴えかける映画ではないかなというふうに思ってるんですよね。まあ、ですんでね、やっぱこう辛くて悲しい戦争の映画っていうふうに捉えることももちろんできると思いますけど、私は別の見方を見てね、こういうふうな、なんかこう一つの画面からいろんなことを想像しながらストーリー作っていくっていう、その解釈の力が、まあ、一つの私のね、自分自身の財産かなというふうに思ってるんですよね。まあ、そう考えていくと、その情報発信業っていうのはみんなが解釈しているようなことを伝えていくんではなくて、自分にしかできない解釈に、まあ、よりね、まあ、ニッチな価値を帯びるものではないかなと思うんですよね。まあ、今日はね、ホタルの墓の話ばかりしてしまいましたけども、やっぱり情報発信している以上、あ、この人の言ってることを他の人の解釈と違うなって思わせるようなスパイスが入っていくと、まあ、受けないかもしれないですけどね。やっぱり大衆受けするためには多くの人が思っていることに共感した方がいいですから、ただ独特だなと思わせるようなスパイスもたまには仕掛けていってもいいんではないかなと思います。まあ、全体的にはね、ホタルの墓、まあ、非常に名作といいますか、まあ、あんまりなんか繰り返し見たいような映画ではないですけどね、悲しいですから、まあ、でもいろいろと考えさせられるストーリーだったかなと思いました。それではいってらっしゃい。